はい、えー。オンライン教師研修のコース B の、えー、皆さん、こんにちは、えー。これは第1週、教師の役割と学習者のコミュニティの3本目のビデオになります。はい、3本目のビデオでは、教室の外とつなげることについてお話をします。はい、えー、これ、いつも繰り返していますけど、 今の教師の役割は知識を伝えることではありません、えー。じゃあ何かというと、今日はその教室の外とつなげること、それについてお話をします。えー、これはもういろいろな論文、いろいろな研究が、えー、もうすでにされています、えー。例えばですね、これは、あのまあ、このリンクを開くと、えー、その,あの論文の本文全部を読むことができますけど、えー、Facebook を使ったグループと クラスの中だけけで作文ををシェアししたた。グループを分けましたそうすると、Facebook を使ったグループでは、これがプレテストですね。あの、えー、っと、コースの前の試験ではこのぐらいだったのに、コースが終わったときはこんなに伸びた、えー。その一方で、クラスの中だけで作文を共有した、えー、グループでは、最初はですね、Facebook のグループよりも高かったんですけど、コースが終わったときにはこれしか伸びていなかったっていう。 そういういとても大きな差がありますつまりクラス内で作文をシェアするよりもフェイスブックでシェアする方がとても上達するというわけですね。こういういのはたくさんあります例えばこれはフェイスブックで英語が上達した、まあ、モチベーションに良かったとかそれから作文も上手になって語彙も増えたそれから熟語とかね言葉わの知識も増えたこういう研究もあります。 えー、それからテレグラムっていう、これはチャットのアプリですけど、そのチャットでも、えー、あのスピーキングの正確さと流暢さが増えたというような研究もあります。えー、それから Facebook で読解力と語彙力が伸びたというような研究もありますし、えー これはですね、今日はちょっと時間がないのでこれを全部お見せすることはできないんですけど、これはロシアのアンナさんという人が実際にそうやってソーシャルメディアだけを使って日本語,の日本語をマスターしたという体験談ですね、えーと。教科書も使わないで学校にも行かないで JLPT の N1 に合格したという話を、えー、このリンクから、えーうん、聞くことができます。 じゃあ、どうやってつなげるかということですけど、私が今、皆さんに、あの、いろんな人にお勧めしているのは、Facebook の The 日本語コミュニティ、あるいは、あの英語で言ああうと The 日本語ラーニングコミュニティですね。日本語だと日本語コミュニティと言われています。でこの例も、このリンクを開くと、えー、すぐに、このグループのページを見ることができます。はい。<laughs> ああのでこのグループについてもいろいろな論文がありますし、それからこのグループで一番いいのはですね、えー、あのここの,あの論文でも書いてあるんですけど、えー、クラスの、えー、と作文とかの宿題をですね、この Facebook グループに出してください、シェアしてくださいという、そういうのがあのできるのでとても便利です。で、このグループは、 もう一回出しますけどこのグループは管理人さんがですね、もう悪い人とかをどんどん追い出す、そういう仕事をちゃんと真面目にやっているので、とても安全なグループです。ですから、そういう意味であまりセキュリティとかに心配しないで使うことができると思います。それから Facebook 以外に何がいいかというと、私は Twitter も。 えー、とてもおすすめしていますね。えー、例えば、インド行きたいって言って,言ってる人が毎日何人もいます。日本語でインド行きたいって言ってる人ですね。それから、インド大好きっていう人も、えー、毎日毎日いろんな人がそれを書いています。このリンクを開くと皆さんももちろん見ることができます。えー、それからですね、ツイッターでいきなり日本人のね、えー、書き込みを見ても、えー、学習者は理解できないんじゃないかっていう心配をしている人がいますけど、ツイッターにはですね、こういうその、 トランスデートツイートっていう自動翻訳がありますから、これをカチッてクリックすると、こういうふうに英語が出てきますので、全く問題ないと思います。はい。えー、で、今日のこのスライドのリンクはこちらに書いてあります。ビットリースラッシュ3 h m p r z これを、えー、Chrome のアドレスバーに入れると、すぐにこのスライドを見ることができます。はい、えー。今日のビデオはここまでになります。それでは1月13日にお会いしましょう。失礼します。